JOCST presents The Spirits of Ladies Sports. カズマタ国和です。今回は99年3月10日に行われた国立代々木競技場第2体育館 LLPWVS 全日本女子プロレスの全面対抗戦春雷炸裂の模様をお送りします。ご意見番はいつものこの方、塩野さんです。はい、いやー、鹿島さん、はい、この試合は燃えましたね。ちょっと異様でしたよね。異様でした。しかもあのスタンドが超満員で、はい、LLPW と前女とお客様半分に分けて、異様な雰囲気だった。だから喧嘩でしたもんね。そう、まさにね。はい、はい、それでは全面対抗戦の模様をたっぷりご覧ください。どうぞ。日本放送杯争奪新世代トーナメント、いきなりのザップの先制攻撃。しかしここは145センチ小さな渡部の反撃。そして今ゴングが鳴りました。ミサイルキック磯崎、おっといきなりの場外戦にもつれ込むか。渡部が場外へ追うのはザップです。さあ今日は鉄柱が張り巡されているんだが、そこに突っ込んだのは磯崎だ。この中で、あ、そして渡部が突っ込みますが、これはフェンス乗り越えます。序盤から、あ、そしてこれは赤コーナーへゴスンという鈍い音。あ、そして潜り出して何かをかけています。いやー、何か宮本さん、あの水をかけられたんですけどね、おっと、このパフォーマンス、何か今日はザップの表情が違います。まるで感度に忍を思わせるような、そんなパフォーマンス。今日の磯崎どうですか、宮本さん。いや、入場の時からね、もう大変気合入ってますね。そうですね、顔もやっぱり厳しい顔してますよね。はい、まあ、全面対抗戦というね。なるほど、オープニングマッチですからね。はい、さあこれは意表を突かれたか。渡部美穂、現役女子レスラーの中では最も小さく最も軽い選手です。このようにリングに上がるのも一つ体力を使います。さあ一旦試合が落ち着きました。オープニングゲームで、さあザップ磯崎、この挑発するようなポーズ。キャリアは完全に渡部が上です。まだ新人の磯崎、片手で応戦、左手一本で応戦。そしてエアホイップ、首投げを見せます。ああ、そして背中から乗り上げた磯崎。ああ、そしてこのダンスは何だ、このダンスは何だ。今日はザップが完全にいつもとは違います。ああ、もう一度首投げ、そこから今朝固めの体勢です。こうやって徐々に体力奪っていく。今日はこの国立代々木競技場第2体育館、すでにたくさんの観客で埋め尽くされています。この試合は、あ、宮本さん、今日から始まって、あとは12日、14日の3日間で、そうですね、争われるトーナメントですね。はい、LLPW と全日本女子、各、はい、あの5人ずつですね、はい、まあ、新世代の選手が出場しまして、はい、トーナメントで優勝を争うんですけども、そうですね、はい、非常にこの楽しみな中で、ザップのこのやる気というのにつながってるんでしょうか。まあ、5戦中ずつという話がありましたが、前場からは中西、高橋、脇沢、能見、そしてこのザップ磯崎、一方の LLPW からは八木純子、沖野、青野、佐藤、そしてこの渡部という10選手によるトーナメントになっています。当然21世紀この両チームの両団体の看板を背負っていくべき若手によるトーナメント。あと噛みついた、この辺はザップの心意気。ああ、そしておでこにキス。この辺のパフォーマンス、余裕が感じられます。首投げの連発、そして左足、軽い渡部を蹴飛ばしていく。ちょっとこの辺り渡部は一方的にやられておりますが、
なんか活路を見出せませんかね。そうですね、やっぱりこう体力面というのはね、はい、厳しいですけども、やっぱりなんかそのうちにですね、いいようにやられてますからね。今そうですね、渡部の持ち味とすれば、まあ、この軽量を生かした空中戦ということにもなってくると思いますが、ここまではザップ磯崎、序盤からのペース、ゴング前からペースを握っています。逆エビに取りました。いや、竹下さんね、はい、こんなに自信満々でリングに上がってるザップ磯崎見るのは私初めてです。そうですよね、うん、で以前ザップ髪を坊主にしてきましたね、はい、でどうしたのって聞いたら、ザップとしてやってきたかったら、もっと気合を見せろと、はい、ザップティーザッパーに言われたそうなんですよ、それを今懸命にリングで示しているそういうところだと思います ね、 そ、 すね、それからそのヒール攻撃としての噛みつきとか場外乱闘とかあたりにもこのザップとしての意識がすでに芽生え成長しつつあります。リングサイドは森翔一郎アナウンサーのリポートです。いや、宮本さん、まあ、ザップからはですね、この磯崎一時やめなさいというふうに追い出されたこともありましたけども、本当にもう市内で叩かれたりですね、もうちょっとかわいそうだなと思うぐらいの時もありましたけども、はい、まあ、やっぱりそういうふうに、まあ、叩かれてですね、まあ、激励されて、うん、まあ、やっぱこうやって今の姿あるんじゃないですかね。あ、なるほどね。ようやくこのザップ T、ザップ I の教えが今この体の中で実力として備わってきたか、ザップ磯崎。この辺りも髪の毛を確実に引っ張って、あ、そして右肘を当てる、右肘を当てる。反則のカウントが続けられますが、ギリギリのところで離していくヒール、ザップ磯崎。さあ今度はどんなパフォーマンスになるのか。チョークスリーパー、そして顔面、鼻のあたりをかきむしっています。カメラに対するパフォーマンスも忘れません。さあ今度はこっちへ来た。盛り上がれ盛り上がれ代々木の体育会よ。ああ、鼻の穴が膨らんでいる。渡部の体力もプライドもボロボロにされていきます。あー、ここは逆襲のミサイルキック、ドロップキックで反撃に出ます渡部。今日はこの第2体育館全場側と LLPW 側の2つファンが分かれるという形に二分されています。渡部の反撃、あと、ドロップキックはこうやって打つんだ。そして2連発、吹っ飛んだ渡部、3連発、ロープにへたり落ちます。ボディースラムからカウントの体勢に行く渡部、どうか。あ、ここはブリッジで返します。今度は LLPW 側からの拍手。ここはラリアットが、うっと体を丸め込んだ。さあこれで3つ取るか渡部。ザップはまだまだ余裕を感じられます。軽量がこの辺り影響しているか。さあ渡部がミサイル、これはかわした。そしておっと、磯部がトップロープだ。磯崎がトップロープに登る。青コーナーからミサイルだ。ザップミサイルが炸裂。いや、ホールにはいかない、まだホールにはいきません。今度は赤コーナーのトップロープ、もう一度見せるのは前女の基本はこのミサイルだ。飛び跳ねた渡部、ボールの体勢3つ取れるか。ロープを返した。渡部も意地を見せます。ミサイルキック2発をまだ返した。さあ今度はアート、トップセカンドロープからのプランチャーです。そして DDT、 この点あたりを強く打ちつけます。ああ、今度は2連発、ミサイル2連発の後には DDT の2連発。さあ、そして縦に押さえた、返せるか、ジャンプ。あー、これ宮本さん、序盤から素晴らしい試合になりましたね。やっぱり渡部選手もね、このままじゃ引き下がれないですからね、はい、小さな体をうまく口技とね、タイミングを取った DDT で、まあ、反撃しましたよね。そうですね、45キロという音、これも丸め込んだ、どうか、ザップ返した。いやー、ザップもこんなに粘ったザップ、
今まではあっさりと行かれてしまう場面も多かったんですが、ふわーとこれもいった、完全に抑え込んだ。これで三塚軽も返した、丸め込んだ渡部、返したざっくり袖崎、左の肩当たりを気にしています。さあ勝利の雄たけびになるか渡部美穂。今度は青コーナー、ザップが行く、ザップが行く、ここに何を持ち出すか、肩車をする、肩車の体勢から、あー丸め込んだのは渡部だ、返した、この粘り、この粘り、ザップに袖崎が返します。ショルダースルー、あーそしてそのままヒップを落としました。顔面への蹴り、ボディースラム、さあ今度はニュートラルコーナーに行く、まだ腹部を気にしている渡部、これで決まるか、フランチャーダイビングボディンプレス、カウント、ああ届か、これも2つ、カウントは 2.99 か。いやこの位置というのは宮本さん、やはり団体というのがつながってくるんでしょうか。あとジャーマンスープレックスホールド、最後に最後に大技、うわこれも返した、これも返したザップ、前女と LLPW の全面競争に組み込まれたこの試合、両団体のプライドにかけてどちらもコールを取らせることは許されない。ミサイルキックの後は青コーナー、ザップが立ち上がる、これもミサイル、一回転ザップ磯崎、抑え込んだ、返せるか、ザップは返した、絶対にホールは取られない、ザップのこの気概です。もう一度ジャーマン、これは高角度、あーなんと2連発でいく、2連発でいく、2連発ジャーマン、ザップはどうか、その表情は、あーこれも返した、さあそろそろフィニッシュへと、ジャーマンスープレックスの3連発、これで決まるか、カウントキー、代々木体育館は NLBW の大歓声、1分59秒、最後は渡部のジャーマンスープレックスホールドで3連発となります。さあゴングが鳴りました、試合開始です。まずは GMAX は沖野さゆり、そして前女側は、あっといきなり髪の毛を掴んでいった、早くも反則攻撃に出ます、2人がかりの攻撃、いやホイップ、大きな巨体が揺れ、マットが浮き沈みいたします。さあ3連発のエアホイップ、もう一発いった、今度は顔面を打ちつけたフェイスクラッシャーです、ボディへのパンチ、あそして右の肘、思いっきり脳天に入っていく、あーロープを使った扇、さらに追い打ちをかけた左足の前蹴り、沖野のリズム、 GMAX のリズムで試合は展開されていきます。うわーこの体格差、右手を突き上げた、もう一発いく、ショルダーアタック一つでこれだけ会場を沸かせます。ボディスラム、早くホールの体勢に行く、まだここまでは GMAX、もっとね、室内とか、あチェーンとかを持ち出してくるかと思いましたが、ね、まあまあ、コーナーに今のところ置いたままですね。あそうですね、はい、赤コーナーのポストのところにはピンクの室内、そして数々のチェーンがすでに用意されています。キャメルクラッチの体勢、さらにヘッドバット、あ噛みつきがある、噛みついている沖野、同時目スリーパーを噛みつきでかわしました。さあさらに右の太ももあたりを右肘でグリグリと押し付けていく、高橋七重にとってはこのあたりの沖野、同じ平成8年デビューですから、簡単にやられるわけにはいかないというところ。さあそして GMAX はキャロル緑が出てきます、二人がかりのストンピング、あ顔面への蹴り、今度は LLPW のファンを沸かせます。
ちょうど赤コーナーサイド画面の手前から左側には LLPW のファンがたくさん集まっている、そういう状況の中でのこの代々木になっています。ロープに振るリバースは高橋、あ抱え上げて腰を折った、腰をへし折った、新しい技も見せます、高橋七重。さあセカンドロープからわあミサイル、藤井がカットに入ってさあカウントの体勢、ここは2つ。高橋七重の魅力はこの1つの体格ということになります。さあここで同じ平成8年組の藤井美幸です。今日も気合は十分、 GMAX のこの強気攻撃は怖くないという藤井ですが、ストンピングロープに振るミサイル、あしかしこれは効いていないといった表情です。このキャロル緑は宮本さん平成1年のデビューになりますから、はい、まあ、この4人の中では一番やっぱりあのキャリア素晴らしい選手ですよね、はい、キャリアテクニック非常にあのうまさが光る選手ですよね、はい、あ首締めです。それプラスこういったヒール攻撃ということになるとちょっとこの高橋藤井にとってみれば超えなければならない選手かもしれませんね。そうですね、まだあの狂気が出てきてませんからね、はい、ここまでは正統派レスリングでの戦いになっています。しかし随所に髪を引っ張ったり首を絞めたりという展開、キャロル緑またこれも赤コーナーに押さえつけての首絞めです。こういう一つ一つのプレーで体力というのはね、宮本さん徐々に徐々に減っていきますからね。そうですよね、藤井にしてみれば早く切り抜けたいところ、左腕を取っていく、まあ、藤井君もやはりあのちょっと頑張ってですね、はい、やっぱり相手に狂気を持ち出すぐらいのね、あなるほどね、ところでやっぱ追い込んでほしいですね、はい、まだここまではこの GMAX 狂気を出すまでもないと、まだ余裕ですよね、狂気を使わず普通のレスリングでも十分勝負になっているという展開、あエルボー、さあここは沖野に2人がかりでエアホイップからスリーパーでいく、ドジベスリーパーか、ここはうまく体をかわしていきました。同時目は藤井です。逆の動きの左足を取って、さあボストンクラブの体勢、あ入っていきます。これで深く腰を下ろすとかなり腰のあたりのダメージが増していく藤井、ここは自力でいけるか、あしかしここは GMAX のキャロルが入ります。あそして今度はリングの中央に、さあここに高橋が飛んでくる、高橋のミサイル、あしかし沖野はくたわりません、まだこの片指の体勢、そして右手を掴んで掴んでいく、非常にこの GMAX、あーとチェーンが取り出さされた、不甲斐ない藤井に対してチェーン攻撃を見せるか、右の拳がチェーンです、腰の当たり、腰を出していきます、鉄のチェーン、これも腰、あーと2連発3連発、一つ見せてきましたね。そうですね、ようやくチェーンが出ましたからね、うん、今度はカメルクラッチの体勢に入っています。さあそしてキャロル緑が観客を煽り、あーと苦しい体勢の藤井に低空のミサイルが飛んだ、今度はキャロルが捕まえる、そして沖野が低空か、あーこれも後頭部あたりです。ちょっと藤井は元気がなくなってきたか、相当に体力を消耗しています。あーしかし丸め込んだ、さあこれで帰れるか、青コーナーの高橋に返していきたいが、ブレンバスター、後続のブレンバスターです。
ここは高橋七重カットに入ります。一つねこの前場の平成8年組の中で、あっとこれはフィッシャーマン、これは危ない、藤井返せるか、カウントは2つ間一発、高橋が入ります。藤井はこのようにグロッキーになる。ああ、そして高橋が場外に捕まった。この鉄柵、今日はこの固定されている分非常に深く体に食い込むはずなんですが、ちょっと左肘のあたりを気にしています。ああ、そしてパイプ椅子が持ち出されているが粉が出た、霧ですね、霧ですか、はい、高橋七重の目がやられたか。そして藤井はパイプ椅子、藤井には椅子、高橋がいない間、さあ藤井は踏ん張れるか。まだここにリングの中央、椅子の上にフィッシャーマンか、これはまだ決めない。ああ、この余裕は何なんだ。 LLPW と前場の全面抗争、その中で登場の GMAX、 カウントが取れるところで逆にが今度は藤井だ、3つ取れるか。さあ青コーナーに帰る藤井ですが、そこには高橋がいません。高橋七重は目をやられています。首投げ、そして同時にスリーパー、あー目の負傷から高橋七重が入ってきた。また高橋は場外へ出されます。ちょっとこれもうこのままだと藤井が危ない状態ですね。そうですね、まあ、高橋、目を毒気味にやられましたからね、まだちょっと視界がまだもう一つ焦点が定まってないですね。さあ、しかしここで高橋七重にスイッチ、前女チームここからの反撃になるか。ロープに打ったのは沖野、わあショルダーアタック、ラリアットに行こうという沖野をもう一度ショルダーアタック、2連発、さあ3連発、吹っ飛んで後頭部を通打、カウントは2つです。さあここで高橋が頑張って藤井の体力の回復を待ちたい。さあ今度はセカンドロープからコーナースプラッシュ、高橋七重の巨体が沈む。いやー、しかしここは沖野もブリッジで返すが、もう一度行くのか高橋七重、あーしかしタロルの狂気、そして投げっぱなしバックドロップ、なだれ式で食らってしまったフェイスカッシャー。そしてここでやはり出てきました10分経過、タロルの距離とリングのチェーンです。ようやくこの狂気を使うようになってきましたが、シューバー DDT をチェーンの上、顔面の当たりを相当強く打っています。両手で押さえるだけ、高橋も捕まります。藤井はまだエプロンサイドでグロッキー状態、逆に振ったラリアットはかわされる、あー藤井が入った。さあ今度は前女が場外戦を仕掛けるか。藤井がキャロルを捕まえています。そしてリング上では高橋七重が、さあ高橋七重人間冷蔵庫が泳ぎを待った、人間狂気と化した高橋七重、もう思い切りのいいトペですよね。今のはこのよくトペ観光する高橋ですが、いい角度で入りましたね。さあそしてトップロープへキャロルを捕まえます。自らはセカンドロープ、そしてトップロープに足をかけて、なだれ式ブレンバスター、そしてミサイルが飛んできた、藤井のミサイルが飛んできた、さらに高橋がここから背面プラッチャー、左足とそして胸を強く打った、あこれは返した、キャロルも返します。高橋七重のフルコース、ちょっとしかしキャロルもグロッキー状態、あー前蹴り一発です。この辺りが横田さん、格の違いということなんですかね。そうですね、これはキャリアですね。ああと、しかしまだまだ藤井も捨てたもんではありません。そして高速ブレンバスターホールドに行く、
カウントは2つ。さあ藤井が観客を割る。そしてブレンバスターか。あ、平手打ち、先輩への平手打ち、フェイスクラッシャー、2連発、ボールの体勢に行きます。しかしもう一つ大技が欲しい藤井。ロープへ吹く、あー、これも前蹴り。キャロルも相当ダメージは溜まっているはずですが、逆にジャーマンの体勢に入る。あー、ラリアットはかわされた、シナイダーだ、沖野がシナイダー、そして投げっぱなし、ジャーマン。さあ今度は前女が分断されます。あー、ノックロックがしない、高橋七重の巨体が倒れます。ゆっくりとゆっくりとリズムをリングに沈んだ。竹下さん、はい、そして場外でね、キャロルがね、机を持ち出しましたよ。机ですか、これは先ほどの高橋七重のフランチャの開始を観光しようというところじゃないでしょうかね。その机の上に高橋が乗せられます。そしてリング上では沖野さゆりが、さあこの満員の国立代々木にトップロックから飛んだ、あーと机が折れたか。今のは森さん、ニードロックのような感じですかね。体全体をね、浴びせていった、そんな感じですね。そしてリング上では藤井を倒壊した。高橋七重と沖野はまだ場外戦を繰り広げています。ジョークスリーパーで羽交い締め、そしてリング上では、あー、藤井がやられてしまうか。キャロル緑のこの屈辱のポーズでカウント3つ。最後はキャロル緑、藤井から3カウントフォール勝ち。リングの中央、まずは手を差し出す青野と佐藤、それを受けません。さあチャンピオンの実力垣間見られるか。全日本タッグ選手権試合30分の一本勝負が始まりました。まずは2ブラザン攻撃は LLPW の2人、エルボー落としていく青野と佐藤。まずはコンビワークを見せていったのは青野と佐藤の2人です。 LLPW の2人、能見を捕まえています。さて宮本さん、この全日本タッグ選手権試合なんですけれどもね、脇澤と能見はこの必ず他団体との交流の中でベルトも守っていかなければならない、非常に責任的には苦しい試合を強いられておりますけれども。そうですよね、やっぱりあの他団体の防衛戦をやるっていうのはね、はい、非常に大きなプレッシャーがかかると思うんですよ、だからこの全日本タッグもですね、過去に LLPW に流出したこともありますし ね、まあ、今この試合の流れにおいてもですね、はい、まあ、前場側が2連敗してますから、やっぱりチャンピオンチームとしてですね、はい、結構なプレッシャーかかってると思いますね、チャンピオンチームとしても、そして全場を背負っていくべき選手としてのプライドを守れるか。さあ代々木第二体育館の全場のファンにアピールします日本代表コンビ。今日はこの代々木第二体育館、まるで野球の試合のように LLPW 側のファン、そして全場側のファン、真っ二つに分かれて応援している、そんな格好になっております。さあ能見佳代が開始早々食らったエルボーを返せとばかり攻め込んでいく、いや、ここは青野がガッと返しました。カウント2まで入りました。そして膝十字、早くも関節できます。青野、さあ能見が捕まっています。かろうじてエスケープロープ、サードロープに手が伸びました。能見佳代です。早くも青野聖子が大技膝十字出してまいりました。それどころとしては美穂佳代コンビのうちの能見を捕まえるべきと踏んでいるのか LLPW の2人です。その青野から佐藤にスイッチをします。青野と佐藤は共に全てのベルトを含めてこの全日本タッグへのベルトがタイトル初挑戦、この代々木での大舞台がタイトル初挑戦への経験ということになります。足を捕まえました佐藤。森さん、はい、どうぞ。そのあたり佐藤はですね、初のベルト挑戦で、はい、連携のところではやっぱり脇澤と能見にはかなわないと思うので、はい、その分補うのはやっぱり気迫じゃないですかという気合のコメントを残してますね。なるほど、その気迫という部分がこの代々木のリングで炸裂するか。青野恵子、そしてリング上は佐藤めぐみ、現在能見佳代を捕まえています。能見がこれを切り返せるか。脇澤と能見は昨年の11月、横浜アリーナで JB の小杉と酒井から奪われていたベルトを取り戻しました。
そしてこれが迎える2回目の防衛戦。1回目の防衛戦は今年の頭1月後楽園で IWA の本川西堀チームとの対戦でした。これも他団体との対戦、まあ、そういった中でまだ若手の美穂香ですが、全場を背負っていくべき責任とプライド、このベルトを守らなければならない使命があります。さあ能見が脇澤にスイッチをします。脇澤が攻め込んでいく、佐藤を捕まえています。まずはタッグチームの基本、コンビをいかに分断できるか、そういったタッグワークという部分では美穂香コンビの方に一日の長があります。佐藤を捕まえている脇澤美穂、ニュートラルコーナー対角線、髪の毛を捕まえて投げ飛ばします。脇澤美穂です。そして背後からスイーパー、こういった展開も非常に上手くなってまいりました脇澤美穂。さあ今日もミポリンスマイルは健在か。グランドスリーパーに行きます。青コーナー自軍に近いところ、この辺りも非常によく心得ています。佐藤が捕まっています。佐藤は試合前、まあ、この脇澤についてはやはりパワー、そして能見についてはスピードがありますねというふうに話しておりました。しかし決して怖い相手ではないと組んでいる、そういった印象を受けました。試合前のコメント、これがタイトル初挑戦、全日本タッグのベルト、あっとドロップキックで高角度、脇澤美穂非常に高い位置に入りました。さあそして満員のファンに予告式のドロップキック、ドロップキック2連発、脇澤美穂、そして抑え込んでいく、これはカウント2ブリッジで返しました佐藤めぐみです。珍しくこれは脇澤が足4の字に行こうというのか、珍しく脇澤足4の字から、そして能見が飛んでいく、これがタッグチームだ、これがチャンピオンチームのタッグワークだ、その辺りを見せてくれ、脇澤と能見のタッグワークです。やはり宮本さん、ああいった部分の差ですね。そうですよね、美穂香と言われるぐらいでですね、タッグチームとしては住まい上手だと思いますよね、ただやっぱりちょっと油断がね、はい、怖いなというこのチームね、ありますよね。油断ですか、その油断、チャンピオンとしての自信の裏には必ず油断というものが潜んでいます。その油断を見せることなく2回目の防衛を飾ることができるか。リング中央は足音の字固め、脇澤美穂が捉えています。捕まっている、佐藤恵が捕まっている、足音の字がかかったままリング上展開していく脇澤美穂。チャンピオンチーム防衛を飾れば、これが2度目の防衛ということになります。しかしその防衛戦は LLPW 他団体と交流戦の中で守っていかなければならないベルト、まだ若い美穂香代コンビに関してはいささか重すぎる責任感、それを果たすことができるか。ラリアットはかわした、佐藤めぐみ、今度は LLPW の番、体を預けていった、そしてすかさず青野にスイッチします。その青野がロープのハンドを利用して体を預けていく、体を浴びせていく、技よりも何よりもまずは気迫で勝たなければならない LLPW チャレンジャーチームの2人です。ブレンバスター、リングの中央、脇澤を捉えます。ブレンバスター、そしてカウントは2で返しました脇澤です。そしてグランドスリーパーだ、スリーパーに行く、チョークスリーパーに行く、これは危ない、脇澤危ない、リングの中央、サードロープまだ遠い、そして両足を複していく、脇澤が苦しんでいる、能見がすかさずカットに入ります。あるいはタッグチームでなければあるいは今ので終わっていたかもしれないグランドスリーパー、しかしそれをすかさず分断にいった、この辺りがチャンピオンチームのタッグワーク。ルーブラトンのトラスキック、そして脇澤、このホールの仕方一つにとっても相手に肉体的と同時に精神的にもダメージを与えていく脇澤、しかしこれは青野返していきます。この脇澤を捕まえて佐藤に何やら指示を与えます。その佐藤がトップロープ、赤コーナーのトップロープから脇澤にフライングボディアタック、カウントは2です。脇澤はカウント2で返しました。これが女子プロレス界に存在するあらゆるベルトを含めて初めての挑戦という LLPW の2人、青野圭子、佐藤めぐみ、しかも舞台は代々木の第二体育館。さあカメルクラッチとボストンクラブ、脇澤美穂が今度はチャレンジャーチームの2プラトンの攻撃を受けますが、能見香代がカットに入ります。
片襟固めの体勢、脇澤がやや苦痛の表情。まだリングのセンターポジション、佐藤めぐみにとって有利な位置。サードロフまではまだ遠い。能見が手を差し伸べる、能見が手を差し伸べる。しかしその差し伸べられた手を脇澤にとっては屈辱。佐藤めぐみがまたリングの中央に引きずり戻しました。さあ脇澤は再びエスケープロープ逃れることができるか。しかし捕まっている。佐藤めぐみがリバースのインディアンデスロックの体勢から肌固めの体勢に入っていきます。固め技を繰り出していく佐藤めぐみ。なんとしてでも欲しいベルト、この全日本タックのベルトです。やはり宮本さん、この全日本タックというの、全日本タックというベルトは他団体にとってもステップアップしていくのに非常に重要なベルトですからね。そうですね、まあ、一つの壁といいますかね、はい、中堅クラスにとっては魅力のあるベルトですよね、はい、現在女子プロレス界でトップに君臨している選手、そういった選手の中にも当然この全日本タックのベルトを通過してきた選手がたくさんいます。そういった本当のトップ陣に参入していくためにまずは巻いておきたい全日本タックのベルト。脇澤能見のチャンピオンチームは2度目の防衛戦、青野恵子、佐藤めぐみ、LLPW の2人はこれが初挑戦ということになります。さあドロップキックの雨あれは能見ですが、右の蹴り一閃、青野恵子何発もの能見回のドロップキックに対して一発の蹴りで形勢逆転を奪いました。青野恵子、そして大倉浜スタンピート、カウント2で脇澤のカットが入ります。初挑戦で全日本タックのベルトダッシュなるんでしょうか。青野恵子と佐藤めぐみ、ピンクのコスチュームに身を包んだ佐藤めぐみ、テイク飛行のドロップキック、ノーミカルがちょっと捕まっています。そして首4の字、チャレンジャーチームとしてはいかにチャンピオンチームのタッグワークを粉砕するか、そのあたりが一つポイントとなってまいりますが、リングの中央で首4の字固め佐藤めぐみ、時間10分で30分の一本勝負は10分が経過しています。フィギュア4ネックロックでノーミカヨのスタミナを徐々に徐々に奪っていく佐藤めぐみ。さあ体勢入れ替えた、ノーミカヨ脱出できるか。やはりこのリング上の4人1対1、1人ずつの力ということになりますと、宮本さんどうですか、ノーミにやや不利な面がありますね。そうです、力になりますとね、はい、まあ、青野選手も馬力ありますし、はい、なかなかちょっと苦しいですけどもね、まあ、タックワークということに関しては、はい、まあ、相手チームよりは上だなと思いますけども。あ、なるほど、まあ、そういった意味ではチャレンジャーチームとしては分断して、そしていかに宮本さん能見を捕まえるか。そうですね、やっぱり、まあ、タッグ対決はやっぱり相手チームをうまく分断して、どっちかをまあ孤立化させて、フォールを取りに行くというのが、はい、まあ、原則ですから、こういったツーフラトンを許してはいけないんです、チャレンジャーチーム。美穂佳代コンビのツーフラトン、わずかな時間ではありましたが、ああいったわずかな時間が何倍もの精神的ダメージとなって跳ね返ってまいります。チャレンジャーチーム佐藤めぐみの捕まっている時間がやや長くなってまいりました。ニュートラルコーナー対角線、いや、かわすか、かわすか、佐藤めぐみが逆にかわした、これはうまくかわしました。対角線、さあ青野が出てきた、今度はチャレンジャーチームの2プラトンか、佐藤めぐみがドロップキック、そして青野はどう来る、青野はどう来る、フェイスクラッチャー。むしろこのベルトをダッシュするためには初対戦、うんと、このセットアップは、このセットアップはセット、青野の助けを借りて佐藤めぐみが体を預けてまいりました。チャンピオンチーム美穂佳代コンビからベルトをダッシュするためにはチャレンジャーチーム、チャンピオンチーム以上のタッグワークを展開しなければなりません。その中でこの青野が、4人の中では体格的に有利な青野がどれだけ体力を生かして能見を痛めつけることができるか。チャンピオンチームのタッグワークをセット、チャンピオンチームのタッグワークを分断して、どれだけこの青野が自らの持ち足であるパワーを発揮できるか。森さん、はい、能見はね、過去に青野と対戦したことがあるんですよ。その時は前川と能見がタッグ、それから縦野選手と青野のタッグで、そのタッグ戦の時に能見は青野からホールを取られてたんですね。だから今日はその私にとってはリベンジマッチでもあるんです、ということを言っていましたね、はい、さあそのリベンジマッチ、能見にとってはチャンピオンとしてベルトを守らなければならない、そしてあの時敗れた悔しさを
あの時舐めさせられた新さんもここで離さなければなりませんが、脇澤美穂チャンピオンチーム脇澤美穂が宙に舞います。代々木の第2体育館、 LLPW と千住がこの代々木第2体育館に進出まいりました。そして今度はノーミー1回転、チャンピオンチームのツーブラトン攻撃、この辺りはさすが。今ね、ノーミのかかとがね、はい、ちょっと2人の顔面に相当深くヒットしましたね。あ、そうですか、はい、竹下アナウンサーのリポートによりますと、今のノーミのヒット、かかとがもろにヒットしたという。そして今度は脇澤だ、視点を変えれば脇澤が宙を舞っている。さあ今度は青コーナー、そして今度はノーミ、さらにはニュートラルコーナー、脇澤が早くもセットアップ。青野が沈むのか、青野が沈むのか、チャンピオンチーム2度目の防衛を受けて四角出しか。さあ抑え込んでいく、ノーミにとっては個人的にはこの青野にリベンジは果たさなければなりません。いろんな意味で重責を担っているこのチャンピオンチーム。さあ捕まえた、しかし佐藤恵が捕まえて青野が張りで一戦、パワーでは分がある。この青野を捕まえて逆にジャーマンで取って返しました、ノーミかよ。さあそのまま引くか、そのまま引くか、抑え込む、シャーマンの返し、抑え込むか、これはカウント数で返しました。あるいはカウント3を聞くかと思われた脳未開のフィニッシュホールドかと思われましたが、カウント数で返した青野慶子。しかしその青野を脳未が捕まえて、青コーナートップロープには黄色いコッシュの脇澤が、しかし足が待っていた、しかし逆に足が待っていた。そして佐藤めぐみのダイビングドロップキックを受けてしまいます、脇澤美穂。やはりそう一筋縄ではいかない2度目の防衛戦、バックドロップ、青の稽古、赤コーナーからは佐藤めぐみが控えています。さあチャレンジャーチームダブルでの攻撃、またこの先頭だ、青野の助けを借りて体を預けてくる LLPW チャレンジャーチームの2人。さあ両方が入った、そして先頭青の稽古がダイビング先頭、危ないぞチャンピオンチーム。ギリギリのところカウント中で返しました脇澤美穂です。ギリギリのところで返しました脇澤美穂、しかし追い込まれました。あるいはチャンピオンチームが一気に防衛になったというシーンもあったんですが、再び青の稽古佐藤めぐみ、 LLPW チャレンジャーチームが息を吹き返してまいりました。目まぐるしい投手交代、今度は脇澤が捕まえるか、いや佐藤が飛ばした、しかし脇澤も、その脇澤を撃沈、これから出直うかという脇澤を佐藤が撃沈。そしてノンのリングの外、佐藤恵がニュートラルコーナーから場外の脇澤を狙えるか、青野がノンの捕まえてきました、先ほどの返したばかり、今度は佐藤恵が宙を舞います。今度宙を舞ったのは佐藤恵、先ほどの返し、チャレンジャーチームの2人です。しかしあくまでも勝負はリング上でつけようというのか、チャレンジャーチーム何としてでもベルトを奪取しなければいけません。明日のこれがタイトル挑戦、挑むベルトは全日本タックのベルト、チャンピオンチームは脇澤と能見、アイドルコンビの美穂かよ、この2人から青野慶吾と佐藤めぐみがタイトル初挑戦でベルトを受け取れるか。佐藤めぐみが体を預けていく、カウントはどうだ、カウントは2です、脇澤返しました、右肩が上がりました、脇澤です。目まぐるしい攻守交代の中からどちらが最後に微笑むのか、脇澤のドロップキック、カウントは2です、間一発ブリッジで返しましたチャレンジャーチーム。さあ脇澤がフィニッシュ宣言、ジャーマンはいけない、逆に切って返した佐藤めぐみ、この当たりはうまい、フィニッシュ宣言出した脇澤をその油断を見過ごしていませんでした。先ほど宮本さんからチャンピオンチーム、もしかしたら油断という部分が命取りになるかもしれないという話がありますが、これをボールに持っていった、これは素晴らしい脇澤の破壊力。しかしカウント3直前でサードロープに足が伸びました佐藤めぐみです。今度こそ決められるか、チャンピオンチーム他団体へベルトを流出してはならない。ジャーマンを一発、そして2発目のジャーマン、まだいかない、まだいかない、まだいかない、起き上がり、この式ジャーマンスープレックスホールド、3発目でホールド3日、まだいかない、
そしてここで大矢を抑え込んでいった。カウントは青野が間一髪です。青野恵子が間一髪、もみがカットに入っています。さあこのまま脇澤が佐藤を捕まえるか。佐藤をめぐり朦朧としています。フィッシャーマンはいけない。佐藤が叩き返した。これもカウントは2。このカウントも3つはつきません。佐藤めぐみ小さな体に余力残っています。しかしその佐藤に脇澤がダイビングドロップキック。まだフォールにはいけません。代々木第2体育館の全部のファンを煽って、そして半分の LLPW のブーイングを受けて、ダイビングドロップキックは脇澤美穂。抑え込む抑え込む抑え込む。是が非でも欲しい全日本タックのベルト。その思いが佐藤めぐみカウント3を許さない。フィッシャーマン、あった、そのままフィッシャーマンバスターだ。脇澤美穂これで決まるか。2度目の防衛、チャンピオンチーム見事な防衛を果たしました。それとも伊藤か。時間無制限の一本勝負。この試合はギブアップ、あるいはスリーカウント、この2つによって勝敗が決められます。さあ巴投げ、しかしスクッと立ち上がる。柔道ならばあれで一本ですが、宮本さん、この試合はプロレスです。このままじゃ決まりませんね。そうですね。でもまあこの柔道対決、やっぱり見てみたかったね、夢のドリームマッチじゃないですかね、まあ、伊藤にしてみれば高校時代に柔道を経験しておりまして、まあ、大学からも数多の誘いがあったということなんですが、それを断りましてこの女子プロレス界に突入してまいりました。一方八木純子は帝京大柔道部団体で日本一に輝きました。同期にはあの田村涼子選手もいます。柔道界では輝かしい実績を残してきた2人がプロレスラーとしてこの四角いリングに上がっています。しかも今日は柔道ジャケットマッチ、白い柔道着に身を包んでの試合。やはりルール的にはプロレスとはいえ、この組み合い方、このあたりが宮本さん、これはどうなんでしょう。八木の方がやはり有利なんでしょうかね。まあやはりあの体はでかいですからね、選手の方が、はい、まあ有利といえばやっぱり有利と思いますけどね、払い腰にいけるか。いや、これはいけません。まずはテイクダウンを取りたい両選手。試合前、非常にこのルールの行方をめぐって一悶着あった部分もあったんですが、八木側が逆にこの3カウントを導入したい、あくまでも私はプロレスラーなんです、はい、そう語ってこのリングに向かいました。まあ、あのプロレスラーとしてはね、はい、あの八木選手去年、まあ、夏にデビューしたんですけども、まあ、片谷伊藤選手もう11年目に入ってですね、はい、やっぱり10年のキャリアの差がありますから、あ、やっぱりまあ、伊藤としても負けるわけにいかないですよね、さあ背後から組合にかかります伊藤薫。そして宮本さん、誰もが待ち望んでいたのがこの伊藤薫素顔でのリングですね。そうですね、まあ、伊藤薫は昨年の10月デビュー 10周年のエキシビジョンマッチの中で、渡辺智子と10周年の記念試合を行ったんですが、それ以来ですからおよそ5ヶ月ぶりになります、素顔での伊藤薫のリング。しかもあの時はエキシビジョンでした。今日は柔道ジャケットマッチとはいえ本格的な試合。肌かじめに行く、いや、その腕がほどけます。伊藤薫ちょっと苦しい表情を見せているのは八木純子。柔道の試合ならば相手を締め落とせば、あるいは投げを1本打てばその場で試合は終わります。しかしこれはプロレス、相手が完全に参ったと言わなければこの試合、戦いのゴングは終わりません。おっと、これが八木純子のパワーか。伊藤薫を持ち上げていく。しかしスクッと立ち上がった伊藤薫、投げは打てません。あのあたりの防御の仕方はさすがです、八木純子。何かこう四角いマットに非常に異質な空間が流れています。伊藤薫と八木純子。伊藤薫にしてみればレスラーとしては10年のキャリアの差がある。
そんな、おっと、そして腕しぎば、危ないぞ。あの腕の服がほどけると八木純子、勝利のゴングを聞くことになるか。必死にこらえている伊藤薫、あのあたりの一瞬の隙の突き方はさすがです。八木純子、ここは力ずくでいこうという、伊藤薫に対して力ずくで勝負を挑んでいこうという八木純子。今のいい攻めでしたね、あの一本背、低い一本背から、はい、腕取りに行ったんですけどね、まあ、そして宮本さん、柔道着をつけているとはいえどうですか、八木純子、10年のキャリアの差を感じさせないんじゃないですか。いや、 やっぱりあのこのジャケットがですね、やっぱりいい鎧になってますよね、はい、まあ、投げるにしろもやっぱり柔道着をつかんだ時にはね、やっぱり彼女のやっぱ本来の持ってる力が全部出ますよね。しかしここは伊藤が投げを打っていく。一方伊藤にしてみれば素顔でこのリングに戻ってきて、よもやの黒星というわけにはいかないことでしょう。ここはやはり伊藤薫はザップであろうと伊藤であろうと、私は強いんだ、その実力は、その部分を十二分に示しておかなければならない伊藤薫。中時間5分経過、あるいはタイミングさえ合えば 3WA 赤いベルトの赤いベルトを巻く実力も十二分に兼ね備えていると言われている伊藤薫。このキャリア的には10年も下の八木純子に敗北を喫するわけにはいきません。持ち上げる、そして叩き落とした伊藤薫。これは柔道じゃないんだ、プロレスなんだ。逆にバックドロップ、バックドロップ、伊藤薫の凄まじい気迫。しかし強引に八木純子ねじ伏せていく。まるで試合展開の起承転合、殴りかかっていった。これが八木純子のプロレスの部分なのか。殴りかかっていきます。伊藤薫がガードを固める。試合前、八木純子は語りました。私は柔道はもう別れを告げた人間なんです。私はプロレスラーなんです。あくまでもプロレスラーとしてこの伊藤薫から勝利をもぎ取りたいんです。そう試合前語りました。さあ伊藤薫がその八木純子に投げて、相打ちだ。やや伊藤薫か。そして柔道着を脱ぎ捨てた伊藤薫の本領発揮か。それに応戦する八木純子、伊藤の挑発に八木純子が乗った格好、柔道着を脱ぎ捨てました。さあこれがどう出るか。そのまま後ろに投げてました八木純子。ウェイトはあります、パワーあります。セカンドロープから体を預けていく八木純子。カウントは2です。あれぐらいの攻撃では伊藤薫まだまだ余力十分といったところでしょうか。アイルドライバーに行くのか。抱え込むパワーボムだ。パワーボムに切って取った。しかしまだ伊藤薫のその表情、視線ははっきりとしています。もう一度引くか。パワーボム1回では仕留められないと見るや、八木純子2回目のパワーボムはどうだ。しかし同じ技を2度食らうか。10年のキャリアの分がある伊藤薫はやはり同じ技は2度食らわない。そして伊藤薫のスピードテイクヒールドロップキック、低空飛行のドロップキックは伊藤薫。パワーボムを、そして先ほど食らったパワーボムをやり返す。この辺りの駆け引きのうまさ、飛行転結の作り方のうまさ、これが伊藤薫だ。そしてダブルフットスタンプ、ダブルフットスタンプ、カウント3か。八木純子敗れた。やはり強い伊藤薫。8分0秒、勝者伊藤薫。まだリング上伊藤薫、呼吸もさほど乱すことなく、格の違い、キャリアの違いを見せつけました。この試合はランバージャックデスマッチルールで行われます。ルールはいかなる場合であろうと場外に出た選手はリングの中に戻されます。またリング内ならばあらゆる拒否攻撃は認められるということになります。またセコンドは各々 G-MAX とザップだけ、関わりのない選手は入れません。さあこのパワーヒールファイター最強決定戦、
開始のゴングが鳴ります。まずは髪のつかみ合い、リング中央にじみ寄るザップティー、まずはガンのくれ合い。宮本さん、何か静かな立ち上がりというんでしょうか、ね、なんかちょっと不気味なぐらい静かだったですけども、もう動き出しましたね。早くも先制攻撃はザップティーの市内、あーと横腹に黒い市内が容赦なくのめり込みます。唾を吐いたザップティー、あーこれも腰、青コーナーサイドにはザップアイト、セコンドがついています。あーこれも腰、イーグル沢井の表情が崩れます。苦しそうな形相、変わったイーグル。ザップティーのこの試合にかける執念というんでしょうか、宮本さん、去年11月の横浜アリーナで因縁が生まれましたからね。そうですね、まあ、イーグル沢井のキャノンボールにね、はい、したんですからね、今日はやっぱり負けられないですね。そうですが、この170cm、110kg のイーグル沢井を倒すのは容易ではない。空にチェーンが飛んできた、渾身の力を込めてさらに追い打ちをかける。そしてチョーク攻撃に行きます。いやー、これがイーグル沢井、最強猛毒 GMAX のリーダーを務めるというね、この核になるだけの実力の持ち主です。あー、そして LLPW カーを向いてファンを煽ります。今度は手錠です。これに捕まると戦闘能力がなくなってしまうが、ここはエルボースマッシュ。この GMAX 側にはキャロル緑と、それから沖野さゆりの姿も確認できます。あーと、これはトップロープ、危ない、場外へ落ちます。ピンクの市内、追うようにしてザップティー、さあ、そしてここで、鉄柵に、うわー、鉄柵が壊れた、なんということだ。竹下さん、あの鉄柵ね、しっかりと止めてあるんですよ、金具でボルトで。そうですよね、意味がないですね、そのボルトもね。その沢井がこちらにもやってくる。この壊れた鉄柵、迫力が伝わります。そして放送席にもやってくる。あーと、鉄柵に、これはかわした、イーグル沢井がこれはかわす、うわーこれもかわす、あと鉄柵にバイプリス、あーしかし両の手から頭の当たり、ザップティーの椅子攻撃。この戦いにかける執念、ザップティー、凄まじいものを感じます。さあ、そしておっと、これ手錠です。手錠を持ってきた、痛めているイーグル沢井に対して手錠です。この試合はあらゆる狂気攻撃が認められています。いやー、これは一気に形勢、宮本さん、かかればザップティー勝機が見えてきますね。そうですよね、もう手錠かかりましたね。かかってしまった、まずはしない。ハサミがしてきましたね。今度はおっと、あの髪の毛か、あるいは凶器にするのか、怯えたイーグル沢井、あー俺この辺りにハサミが刺さる、これはいけない、これは危ない。しかしこれはレフリーは止めることはできません。さあ、このイーグル沢井、激しい出血になったでしょうか。ザップティー、ゆっくりと、もう一度でこの辺りにハサミを入れていく。いやー、宮本さん、もしかね、アリーナで、あの時は鎌をね、そうですね、土屋の鎌が続きましたね。そして額から大流血をしたこのザップティー、渡辺智子が今回は覆面をかぶったまま、さらにチェーン攻撃を加えます。
今日イーグル澤井の額からは真っ赤な鮮血が滴り落ちている。そして観客へのアピールだ。前女と LLPW 両方のファンに見えるように、さらに出血がひどくなる。いやー、このザップ T の非常なまでの狂気攻撃、さらにハサミが持ち出される。さあ今度はさらに傷を広げようというのか。俺この辺りざっくりと切れています。イーグル澤井、さあセカンドロープに登って、おっと髪の毛を掴んだ、赤い髪の毛を掴んだ。こんなことは、これはかわした。イーグル澤井、髪の毛は譲れない。わあ、そして手錠で頭に、手錠で頭への攻撃。そして自分のできる限りのボディアタック。ああ、このボディアタック一発でザップティがよろめきます。さらに首相撲のような形になっているが、さあ放送席の手前から、ああ青い鉄柱、青い鉄柱、そしてああここで緑が入ってくる。ザップティを緑が、ああしかしここはザップアイも入る、ザップアイも規制に入ります。その間に、イーグル澤井の手錠が、今外された。イーグル澤井の手錠が外された。よろよろとよろめく足で怒りの炎に変わった。この赤いコスチュームが怒りの炎に見えてきた。リングを一周、場外乱闘は認められていないので、今ザップティがリングに戻された。リング上、しかしこれはひどい出血。裏ボディアタック、万感の思いを込めたボディアタック。そしておっと、マスクに手が、かかるか。ザップ T のマスクに手をかけたのはイーグル澤井です。ああ、そう、破けましたね。破けました。脱がしたわけではなく破きました。そのザップ T の覆面の内側からは当然渡辺智子の素顔です。さらにチョーク、チェーンが飛んでいく。しかしイーグル澤井も激しい出血。渡辺智子、あ、渡辺智子の額も、切れている。激しい流血戦になりました。パワーヒールファイター最強決定戦、最強の強は凶悪の凶と書きます。ああこれはペンチ、あ、ペンチですね。ペンチで、はい、渡辺智子を痛めつけます。そして先ほどやられたことは目には目を、歯には歯を、パイプ椅子にはパイプ椅子。ザップ T が、いや渡辺智子が崩れ落ちる。ものすごい流血戦 DDT、アイプリスの上 DDT。 さあ渡辺智子、面を剥がされてカウントも入る。おっとこれは危ない、カウントはまだ2つ。横浜アリーナで生まれた因縁、その答えをここ代々木で見せるか。イーグル澤井とザップ T、 あー今度は渡辺智子に手錠がかけられます。そしてロープだ、ロープだ、あ、しかしここはかわせるか、イーグル澤井と渡辺智子、あー、めっぱらしいジャーマン。この気迫、この思い、何を思うか渡辺智子。さあ、さらに手錠の、手錠が、あー、今度こそかかってしまうか、この手錠をめぐる攻防、ロープにかかってしまうと非常に危険ではありますが、あとこれはザップ T とイーグル澤井の腕にかかっているでしょうか。これ竹下さんね、ザップ T はね、イーグルに手錠かけに行ってますね。かけに行ってますね、しかし片方はもう
ザップ T 渡辺智子の腕に絡まれておりますからす、ね、あの昔チェーンデスマッチというのがありましたが、あなんとチェーンでくくりつけて、そしてリング上で戦うという死闘がありましたが、その再現だ、ね、渡辺智子右のラリアット、さあ沈めるか、渡辺智子の左手とイーグル沢井の右手がつながれている。今度はラリアットを返す。これも宮本さん、至近距離からですと技も限られますが、そうですね、もうこれもう手錠デスマッチという形になりましたね。あ、そうですね、はい、今日のこのパワーヒールファイター最強決定戦は手錠デスマッチとその名を変えています。さあ、トモコ返せるか、返した。この思い、まあこの渡辺智子はさあバックを取った、バックを取っていた、スープレックスホールド、しかし崩れた、手錠をつなぎながらのこのスープレックス。さあしかしイーグル沢井、渡辺智子、ここからまだまだ死闘は続く。やられた、完全にイーグル沢井がベースオスからと返した、渡辺智子も返した。今のはのど輪落としのような形、のど輪の形でしたけども、まあ、手錠がある分ですね、はい、ちょっと首の方までかかってなかったですけど、あ、そうですか、うん、その分浅かった。至近距離からの蹴りを見せます渡辺智子。この GMAX からのラブコールで去年の後楽園では 12.23 シャーク土屋とコンビを組むというシーンも見られましたが、しかし今日の戦いを見る限り、宮本さん、この両者はタグ組まないですね。そうですね、これ難しいですね、もう、まあ、でも、まあ、スーパーヒールとね、お互いに自負してますけども、なかなかすごい死闘ですね、今日は。素晴らしい試合になっています、はい、もちろんこの代々木に集まった観客の左のラリアット、大の字が渡辺智子、返した、前女のファンから拍手が起きます。あとこれで先ほどのピンチで今度は手錠が切られようとしています。切られた手錠、手錠デスマッチは再び最強決定戦へ、凶悪の限りを尽くした者の勝ち。両者の出血は並々ならぬものがあります。大量出血、意識は朦朧としている。さあバックを取って、あー、ボムが入った、イーグル沢井のボムが入った、さらにセカンドロープへ登った渡辺智子はようやく立ち上がる。あー、ミサイルだ、イーグルミサイル、ボールの体勢、人に決着をつけない、まだつけない、渡辺智子が踏ん張った。地響きが起こります。代々木第二体育館、静かな立ち上がり、その静けさが腕にとなって嵐を巻き起こす。さあそして雷を起こすのはイーグルか、それとも渡辺智子か。あー、決まってしまうか、返した、これもダメ、イーグル沢井のパワーボム、サンダーファイヤーボム、渡辺智子間一発返しています。両者の表情、かわして、かわして、いったー、この角度で脳天ジョッカー、アウトは2つ。いやー、今のすごい角度で打ちましたよね。イーグル沢井の試合時間15分経過、この表情。あっと、これは場外へ行くか、これはランバージャックデスマッチルールですから場外は認められません。何があってもリングに戻されなければなりませんが、さあここで渡辺智子が何を見せるか。ああ、また鉄柵、激しい出血、意識は朦朧としている。
そして自らリングへ戻ったのはザップティ渡辺智子。横浜アリーナの雪辱を晴らすか。今ゆっくりとイーグル沢井リングに戻ります。最強軍の GMAX の沖野が手を貸しようやく戻ってきた。さあ勝負はいよいよクライマックス。嵐を呼び雷を落とすのはさあ渡辺智子の逆に曲がった。形が崩れましたがこれは決まらない。うまく体勢を入れ替えたイーグル沢井ですがここは不十分。さあもう一度渡辺智子が渡辺智子、ああ右のラリアット、右のラリアット、そしてさらにサンダーファイヤー、ああカウント2つ、カウント2つ、ザップではない渡辺コールとイーグルコールが二分される。そしてこれが危ない、トップロープからトップロープへ、トップロープへ行く、そしてイーグル沢井、これは危ない、あーここはまたハサミ戻った渡辺智子、ロープへ行って右のラリアット、右の刀が首をへし折った。カウント2つ、まだ決まりません。何かこれも宮本さん、狂気がなくても2人十分面白い試合してますね。あーしかしもう一度右のラリアット、今度はチェーン決まるか、立つ、いや本当にねこの代々木の体育館がね濡らしぐらいのね、なかなかスケールの大きいね、本当にすごい女子マッチですよこれは。さあこれでどうか、これも返します。時間は無制限、どちらかがホールを取られるまで勝負は続きます。今度はイーグル沢井の構成、もう一度パワーボムを打っていく、滞空時間が長すぎる、滞空時間が長すぎた、渡辺智子カウント3つ、勝ったのはイーグル沢井、最強はイーグル沢井。10分59秒、中山さん、体重でイーグル沢井選手のコール勝ちを奪いました。さあゴングのマナーが立ってないうちから始まった。そして今ゴングが鳴ります。4選手4射4用の動きになっている。まず場外では井上貴子とハーレー斉藤、そして立野、この辺りが捕まっている。おっと、そして紅谷社も場外へ出されます。さあまずは速攻隊長中西が飛んだ、そして続けざま舞姫が代々木を待った。場外へのダブルプランチャ ー、 あーそしてこの楽しそうな笑顔はなんだ。トヨタと井上、前川、中西、この楽しそうなプロレスになっています。前蹴り、これを返したくれない、さあ投げっぱなし、バックロープ、前川と紅谷社は、おっとヤシャスープレックスの構えを見せましたが前蹴り、そして平手打ち、ここに中西が飛び込んでくる、ラリアットをかわした、そしてダブルフェイスクラッシャー、非常にテンポのいいプロレス。何か宮本さん、リズムがいいですね両チーム。そうですね、まあ、対抗戦なんですけども、はい、まあ、各戦のね、非常にこう面白いところをね、なるほどね、やっぱりまあこれだけ役者揃ってますから、はい、しかしこの中西ダイビングボディープレス、そして逆サイドに突っ込んでいく、そして今度はトヨタマナミダイビングボディープレス、今度は井上が行く、井上貴子が行く、あ逆に立野が飛んできた、立野のリオが飛んできた、逆に井上貴子のジャンピングリードロップ。いやもう目まぐるしくリングのあちらこちらで激しいバトルになっています。トヨタマナミとハーレー斉藤です。
まずはこの MC 席に向けて、あとはこれは観客を煽っているうちに捕まります。さあ蹴り蹴り、少し腰が落ちましたか。あー、かかとが脳天、かかとが脳天、そして左の背、ここに出てきたのが立野です。トップロックから、おっと、これは返し技をミスりました。逆にパワーボムに行くか、あるいは脳天食い打ち、ハイドライバーか。もう一度トヨタを、トヨタを持ち上げた、そして正面に向けて、この今鈍い音が響いてきたが、ここは高子がカットに入ります。あー、聞いていない、トヨタには聞いていない。さあ、満を持して登場は LLPW の風間ルミです。トヨタコールと風間コール、どちらが強いか、どちらが多いか、どちらの思いが熱いのか。風間は言いました、トヨタ真奈美を蹴り倒す。トヨタは言った、蹴り倒せるものならば蹴り倒してみろ。ロックショット、回し蹴りを見せる、さらに蹴り、さあこれはニュートラルコーナー行く、セカンドロップからミサイル、蹴りはこうしてやるのよ、そんな思いが伝わります。さあ、そして中西、前場のキックはこんなもんじゃないぞ。ああ、しかしこれは飛んで意味いる、なすなおしい状態、ハーレー斉藤、いやー、これは序盤の展開とは一転、喧嘩マッチだ。うわー、顔面サッカーボールと左の方に中西桃江、これが本当の喧嘩だ。そして紅は竹刀を持ち出します、赤い木刀を持ち出します。あー、ボディーへ木刀が刺さる、あー、画面、いやー、何か宮本さん、先ほどのハーレー斉藤あたりからちょっと雰囲気が変わってきませんか。そうでしたね、もう序盤戦本当にちょっとお祭り的なムードありましたけどね、ガラッと雰囲気変わりましたね、はい、さあ今度は井上貴子、この井上の言葉を借りれば今日のテーマは喧嘩ですということを語っていました。もちろん観客へのアピールは忘れないけどね、でも今日は喧嘩ですよ。その井上貴子、師匠と慕った立野盛雄が相手です。今度はバックスタンドに向かって投げっぱなし、ホールド体勢に入ります。さあここに風間、5分経過、5分経過、ドリブルそばと回し蹴りが食い込みます。さらにブレンバスター、自分よりも重い井上貴子を投げ飛ばします。さあこの辺りから LLPW の怒りがその技一つ一つに現れている。前場を蹴り倒すと公言した風間、そしてハーレー、これは投げる、中西、この動き、この動き、先ほどやられたお返しは顔面へのミサイルキック、4連発、5連発、まだ行く、まだ行く、倒れるまでやっていく中西桃江、ああ、そして顔面、顔面王だ、顔面王だ、エルボーが入る、喧嘩マッチは望むもの。この小さな中西も、あと、これはアキレスを取られそうになりますが、ロープブレイク。いやー、何か宮本さん、この8人の中ではね、1人だけちょっとこう、全面構想に関わりのない中西なのかなという感じもしたんですけれども、やってみればそんなことはありませんね。いやー、本当にね、存在感アピールしてますよ、ね、はい、体は小さくてもですね、そうですね、この動きね、素早っこさ、本当すごいですね、はい、今日もこの8人の中で一番目立ちたいと言っていた中西桃江、あー、浴びせ蹴り、さあ、トヨタに対してここは
風間が止める。そしてリング上は中西と立野のりお、あと場外では風間が飛んだ。風間ルミが飛びました。そしてリング上ではジャーマンスープレックスホールド。いやー、大先輩立野を投げっぱなした。ホールには至りませんが中西桃江、前場イズムというものを最も体で表現してくれるのがこの中西桃江です。さあ立野、その随分と後輩に当たる中西桃江に対してここもファイルドライバーを持っていくか。中西踏ん張るか。さあこの拍手はどちらへの拍手か。代々木第二体育館、早くもボルテージは最高潮に達しています。中西ニュートラルコーナー、これは返す力がない。あ、エルボースマッシュ、さらに回し蹴り、そして最後は浴びせ蹴り、崩れ落ちた中西桃江。さあもう、おっとリングの中央ではハーレー斉藤、タイプ時間を長くして落としていきます。ノーテンクユーチ。そしてこれはどういうことでしょうか。 LLPW が4人一遍に飛んだ、4人一遍にダイビングヘッドバット、中西ブリッジで返した。こんなもんじゃへとこられない。早くもこの代々木に集まった全女ファンから大きな声援と、そして握手。前川がいくか、これは空振り、逆にパワーボールいくか。ああ、中西もかわします。縦の逃げられた。今主導権があるのはこの2人、中西返した。ああ、非常にこうリング上また至る所でバトルが繰り広げられているが、今主導権があるのは縦の方、中西トップロックからくれない。ギロチンドロップ、トヨタの喉をかき切ります。ああ、また4人がかりで中西を痛めつけた。危ない、中西が危ない、決まってしまうか。ここは井上貴子がカットに入る。そして井上貴子、中西に激を飛ばす。前女の力はこんなもんじゃない。この LLPW との全面交差、ミサイル、トヨタの援護射撃、援護ミサイルが飛んで、あー、これはカウント取れません。さあ今度はようやく飛んできて3ショート、これは3連のミサイルは2つ。さあそして記者会見でハーレー斉藤を潰すと指名した井上貴子と、そのハーレー斉藤、わー、蹴り、引き蹴り、右を蹴り、サッカーボールキック、そして左、素晴らしい気合がみなぎります。あー、前蹴りから DDT、 嫌な角度が入った、嫌な角度で DDT が入ります。そして井上貴子、観客を一旦沸き起こしてからニュートラルコーナー、ディスリアンバーはこれはかわされる。逆にここは縦の、あー、ミサイル、背中を破壊する。ここから前川が出てきます。さあこれで一気に仕留めるか。井上貴子のディスティニーハンマー、トップロープからの膝が入った。いやー、ここは風間が入ります。あーと、これは不意をついた、角度のあるバックドロップです。さらに浴びせ蹴り。さあここで紅夜叉に変わります。井上貴子と紅夜叉のリング上、あー、これもスープレックスに深いところ抑え込んだのは井上貴子。さあ前川久美子、ここはロープに捕まります。あー、後ろ蹴り、後頭部に目がついているのか前川久美子。そしてこれも喉元を捉えた。さあこの白いベルトをめぐる前川久美子と紅夜叉のやり合いがこの8人タッグの中に入っている。これ危ない、
ヤハのドロップ決まります。この2人はね、やはり宮本さんオールカシビッチのオールカシビッチのベルトだね、放送やりましたもんね。しかしここはトップロックからののど輪落としのような形、やはりお互い、まあ、現在は前川久美子が白いベルトを巻いておりますが、この辺りくれない。もう一度やれば今度は私が取るといわんばかりのギロチン。前川返せるか。ここは意地、白いベルトの意地。さあここで LLPW は分断作戦に出ています。そしてこれがヤシャロック、ヤシャロック、ヤシャロックが入る。前川が危ない、前川が危ない。誰も誰もフォローには返せない。ああ、ここは自力、グラウンディングになったところでカットが入ります。さあ何かこう喧嘩的な要素の中にもお互い握力十分の技を出していく、非常にレベルの高い。ああ、ここもフェリーで一発流れを変えます。そして舞姫がやってきた、豊田真奈美。ここはここはローリングブレードルに行けるか。ああ、逆に紅だ、大した紅。ローリングブレードル、ローリングブレードル、ぐるぐる回る。そしてそのままホールド。これでバランス感覚を失います。自分の得意技をやられてしまった豊田真奈美のこの表情。足を取って、あー、平手打ち。そしてローリングブレードルはこうやってやるのよ。1回転、2回転、さらに3回転、もっと回す、くれない野車よりも多く回す豊田真奈美。これが本物のローリングブレードルホールド。カウントは2つです。この辺りの攻防非常に見応えがありますが、ここでボディスラム、さらにニュートラルコーナーへ行く、ニュートラルコーナーへ行く。しないを持ったのは縦の紅がそのしないを持って全部への連打。いや、これは木刀になります。赤い木刀が入ります。ロペフル木刀を手に持っている。ああ、蹴りでかわした。ああ、逆に奪ったのは豊田真奈美。その木刀をどうするか。かわした。ああ、逆転の落とし。トップロープ、今日一度飛んでいる風丸美、もう一度飛ぶか、もう一度。ああ、今度は回転式回し蹴り、嫌な角度入ります。しかしここは全女チームが入ってくる。30分の一本勝負、半分の15分が経過しています。 LLPW と全女の全面闘争。ミサイルが2方向から飛んできた。やはり社長を務めてこそ意味がある豊田真奈美ホールの対戦。ここは返します、風間。さあ、そして豊田真奈美はジャパニーズオーシャンの構えに入った。ジャパニーズオーシャン、あ、これは崩れます。風間もまだ死んでいません。そしてバックを取った、逆にバックの取り合いからジャーマンスープレックス、投げっぱなします。さあ、そして風間を捕まえた前川、ボディスラムで落としておいて、ムーンサルト、ムーンサルト、ボディスラム、これで決めるか。アウト2つ。いやー、この辺りの攻防、風間にも宮本さん意地がありますね。いやー、もうね、やっぱり社長として負けてられないですね。そうですね、前女と LLPWエース豊田と社長の風間、もう一度3度目のトライに行く。いやー、これは風間がよく耐えています。風間が耐えている、簡単にはさせない。しかしこれは腕を決めたままジャーマン。さあ、これで決まるか。カウントは2つ。いいタイミングでカットがまた入ってきます。さあ、しかしこれはスタミナ相当消耗しました。ご覧の風間ルミです。過去2度の全面対決では共に前女が勝ちを収めています。9
93年以来6年ぶり3度目の対戦。さあここから終盤戦、また1対1合いの攻防になっていくのか。ハーレーがやれば高子が行く、そしてトヨタが投げっぱなす。今主導権があるのはリング上風間です。風間と前川、あーとジャガ式ジャーマン決まるか、カウントは2つか。ここは前川も返します。さあ中西と、ここは中西と前川が行く、肩車で担ぎ上げ、井上貴子がトップロープ、赤コーナーから喉まで落とす。さらに中西桃江がダイビングヘッドバット、さらに頭から突っ込んだ。今のは何という技なんでしょうか。 LLPW に対する気持ちをそのままぶつけたというのは豊田真奈美。あー見せ蹴り、ソフトボールを捉えた。これは危ない、危ない、だけど危ない。ここにカットは立てろだ。前川二王立ち。 LLPW パーカカト選挙に勢いをもたらすか。ここは紅、紅がカットに入ります。さあ浴びせ蹴りからかかと、おっと体勢を変えた。そして腕を取っていく、腕を取っていく、腕を取っていく。取れるのか、ドラゴンパンサーで。さあ仕留めるか、仕留めるか。前川が危ない。あーギブアップ、ギブアップ、前川からギブアップ。ドラゴンパンサー、なんと前川からギブアップを奪いました。 LNTW と選挙の全面抗争。まずはこの8人タッグ、社長の風間が踏ん張った。 3WA 世界シングル選手権試合、時間無制限一本勝負。青コーナーより挑戦者、全日本女子プロレス堀田由美子選手の入場です。ついにその時がやってきました。場内のボルテージはすでにリミットブレイク。堀田由美子がこの日大に入った。全女のファンの、大勢の全女のファンの声援に応えて、その声援を一心に受け止めて、四角いリングを目指します。およそ1年前アンドリに敗れたその日から、堀田の雪辱の日々は始まりました。その悔しさを今日この四角いリングで晴らすために、ベルトを取り戻せるか、堀田由美子。我がコーナーより LLPW チャンピオン神取忍選手の入場です。本日のメインイベント、 3WA 世界シングル選手権試合、時間無制限一本勝負を行います。
行う挑戦者全日本女子プロレス180パンド堀田由美子。昭和60年デビュー、168センチ、78キロ、チャレンジャー堀田由美子。赤コーナー LLPW3WA 世界シングルチャンピオン165パンドカンドリーシノブ。昭和61年デビュー、170センチ、75キロ、チャンピオンカンドリーシノブ。さあ山の頂はたった一つ、最強の称号はどちらか。いよいよその時がやってまいりました。歓声で包まれる代々木第二体育館、堀田のリベンジなるか、それともカンドリか。さあ中国の決戦、まず飛び込んできたカンドリ忍です。カンドリ忍はこれが3度目の赤いベルトの防衛戦。さあ早くもスリーパー、背後から堀田に絡みついていきます。堀田にしてみればようやく巡ってきたこの時、思い返せば一昨年、昨年の98年3月の21日後楽園ホール、堀田はこのカンドリの前に敗れて赤いベルトを LLTW 他団体に流すことになりました。待ちに待った1年間、果たして堀田はカンドリからベルトを取り戻すことができるんでしょうか。まあ、昨年は宮本さん、このカンドリは赤いベルトを取ってから本当にもうその強さ、最強の称号を欲しいままにしましたからね。本当そうですね。もう文化連邦を破りですね、格闘技でももうナンバーワンの女王になったというね、もう彼女の実績、去年の実績というのはもうプロレスの歴史、格闘技の歴史にね、もう永遠に残る大変な金字塔を築いたと思います。40年の女子プロレスの歴史を紐をほどいても、果たしてこれだけ強い選手がいただろうか、そう思わずにはいられないカンドリ忍。そのカンドリから堀田、しかし今日は何としてでも前女の至宝赤いベルト 3WA のベルトを取り戻さなければなりません。関節の取り合いです。まずはマウントポジション、堀田が伺おうとする格好、しかしガードを固めていますカンドリ忍です。どんな結末を見るのかこの一戦。ヘッドバット、堀田恵美子がヘッドバット。実はこの両者はその昨年の 3WA 選手権以外にも過去1戦、つまり通算2戦対戦しておりまして、これがシングルでは3度目の対決。そしてその過去2戦はいずれもカンドリが堀田を下しております。堀田はシングルでまだこのカンドリに勝ったことはありません。そういった意味でもこの3度目の正直堀田由美子、この大舞台で是が非でも白星を、そして 3WA のベルトをもう一度自分の腰に、その思いがみなぎっているリング上。しかし相手はカンドリ忍、その勢いとどまるところを知らないといった感じのカンドリ。この相手を倒すのは並大抵のことではありません。堀田、さあマウントを取った、マウントを取った、堀田がマウントを取った、構えています。小手から、そして嬉しい嬉しい嬉しい、気をついて嬉しい、しかしそのあたりは100も承知。堀田由美子、ともに100戦メンバー、そのあたりはお互い100も承知だと思います。そういった中からたった一つの隙を見つけ出して、それを勝利に結びつけなければなりません両選手。アキレス腱、やや入りは浅いか堀田由美子、しかしカンドリのアキレス腱捉えています。アキレス腱固めの体勢、カンドリの表情を見る限りはまだ入りは浅いようです。堀田由美子、どうでしょう宮本さん、これからの予想として。いや、 やはり今まだ様子見といったところでしょうけども、はい、まあ、カンドリ選手左の親指結構厚めにテーピングしてるんですけども、まあ、交通事故ということで、はい、まあ、その後遺症もちょっとやっぱり懸念される、で本人もちょっと気にしてますよね、はい、先日記者会見もありまして、カンドリが交通事故で
左手の親指、まあさほど影響はないとは言われているんですが、試合前テーピングを固めてこのリングに上がっています。まあ、しかし宮本さん、このレスラーというのはもう怪我は絶えないですからね。まあ、あのカンドル自身もですね、はい、この程度は日常茶飯事のことだと、はい、まあ、気にしないっていうふうには言ってますけどね、まあ、やはりあの、まあ、関節技ってやっぱり親指って重要な部分ですから、はい、なかなかあの勝負いけられない部分はあると思いますけどね。さあ、スタンディングからリングの中央、足の払い合いです。取ったとカンドリー、一瞬でも集中力が途切れた方がおそらく敗北を見るでしょう。さあ、ヘドバット、カンドリヘドバット2連発、ロープのハンドを利用してショルダータックルに行きます。カンドリスノブです。そして足を捉えに行く、やはり関節で決めに行きたいか。さあ、膝十字はどうだ。膝十字、堀田の膝はどうだ。膝を決めに行きます堀田恵美子。しかし反動がついてしまって、逆にカンドリこの膝十字から脱出を図りました。そして宮本さん、この試合勝敗は KO およびギブアップでしかつかないというルールなんでしょうね。はい、そうですね。当初去年の3月にやったように、はい、ノーフォールの、まあ、KO もしくはギブアップという決着ルールになりましたね。はい、そして打撃技に関してはあらゆる打撃も OK、 あ、つまりナックルパートも認められているということですね。そうですね。まあ、当初グローブという技もあったんですけど、はい、打撃も OK と、先だってフジテレビ V4 スタジオで行われましたスタジオマッチで、まあ、堀田のナックルパートを顔面で、あるいは顔面キックといった、まあ、言ってみればプロレスでは禁止されている技を受けてカンドリシドル激高しました。まあ、それに対してなぜあれぐらいで激高するんだと堀田恵美子のマイクパフォーマンスもありました。まあ、そういった背景もあって今日のこのルール、ノーボールパフォー KO ギブアップのみで勝敗が決着。そしてあらゆる打撃技も認められております。共にダウンを奪っていく王子、このあたりはまだまだダメージの方少ないでしょう。はい、竹下さん、まあ、そのあたりのルールの影響もあるんでしょうけども、堀田選手に試合前話を伺いましたら、今日は救急車を呼んどいた方がいいよと。あー、そうですか。どちらかが倒れるまで終わらないからね、ってましたね。それは竹下さん、もう超一流の挑発と見ていいですね。そうですね。もうとにかく試合前から気合は両者とも普通じゃないです。普通じゃない。宮本さん、いかがですか。いや、 やっぱりこの表情を見ててもですね、やっぱり普通じゃないですね、はい、両選手ともね、そしてこの注目のされ方もまさに普通じゃない。全国の女子プロレスファンがこの一戦を待ち望んでいました。1年ぶり堀田のリベンジになるのか、それともカンドリが堀田を返り討ちにするのか。バックマウントを取っていきます。堀田恵美子ガードポジションに固めていく。ここは亀になって守ろうというカンドリシノブ。そしてこのアピール、勝利を確信する堀田恵美子。さあ、このガードを振りほどきたい堀田恵美子。カンドリはきっちりナックルパートに備えています。あらゆる打撃技は認められています。さあ、背後から絡みつこうという堀田恵美子。もちろんスイーパーでギブアップ、そういったシーンも十二分に予想されますが、さあ、徐々にその堀田の腕が絡みついていきます。獲物を捕らえるがごとく堀田恵美子、カンドリシノブの体に絡みついていく。二分された代々木第二体育館の前座のファンと LLPW のファンから堀田と、そしてカンドリと大声援が送られております。しかしこのスリーパー、カンドリのディフェンスもやはり硬い。さあ、腕しぎはどうだ。体勢で変わる、まだ抜けない、まだ抜けない、いや、危ないか、入るか。さあ、あのカンドリの腕のフックが外れると、堀田恵美子リベンジ達成に向けて大きく前進しますが、腕しぎを狙っています。堀田恵美子、カンドリしのぶがこれをしのごうという体勢。徐々にカンドリの右腕が伸びつつあるのか。どうだ、腕しぎ逆十字が今まもなく完成されようという。いや、ステップオーバーはカンドリ忍。なんとも言えない緊張感が場内を包んでいます。 3WA シングル選手権試合。さあ、そしてマウントポジションはもう一度カンドリ忍。先ほどもカンドリがマウントを取りましたが、
しかし堀田両腕できっちりとガード。この1年間堀田が味わった苦しみ、このあたりは宮本さん本当に押し量れないものがありますよね。いやもう、まあ、我々がね、はい、考える以上にやっぱりすごい苦しみだったと思います、まあ、その間にやっぱり豊田選手もね、はい、挑戦して負けている、はい、やっぱり自分の責任感というのは余計にね、自分が渡してしまったベルトということで、こういった責任感いろいろ考えるところがあったと思います、はい、今日はもう堀田のリベンジというよりやっぱり 全体のリベンジというね、あーそういうものがやっぱり十字架として肩にしんと乗ってると思うんですよね、団体のエースとしてもちろん堀田由美子自身の個人のプライドもこの試合かかっていますが、お互い団体の看板を背負っています。前女の歴史をこの LLPW の前で閉ざすわけにはいかない堀田由美子、なんとしてでも赤いベルトを取り戻したいところ。さあロープの反動を利用してカンドリが右の蹴り、時間無制限の一本勝負で争われています。この赤いベルトをめぐる戦い、ロープの反動に寄せ出して走ってフライングにいるキックは堀田由美子、ハンドリを捉えます。さあこれからの展開はどうか、対角線に飛ばしていってもう一度フライングにいるキック、顔面を捉えた、ハンドリの顔面を捉えました、ハンドリの顔面が歪みました。さあ堀田一気に引くか、リバースのフルネルソンから持ち上げてタイガードライバー、そして嬉しいゴールにはいかない、もちろんゴールにはいかない、この試合は KO あるいはギブアップでしか決まらない試合、嬉しいに行く、お互いが参ったと言わなければ、自分より相手の方が強かった、それを認めなければ終われない試合。さあ嬉しいに行く堀田由美子、勝利へつなげる嬉しいとなるか、体勢が崩れている、しかしまだ三角締めの体勢への移行することができます、ハンドリが必死に逃れようという体勢、複雑に絡みついています両選手、嬉しいから三角締めに行こうとする体勢ですが、しかしサードロープに足がかかりました、カンドリ忍チャンピオンです。このカンドリを倒すことになれば最強の称号は、あそして北十字危ない危ない、間一髪止まりました、そしてグラウンドからのサッカーボールキック、堀田由美子、さあ早くもピラミッドドライバーに行った、打撃技でゴム系でまずダメージを残しておいて、ゆっくりとゆっくりとフィニッシュを宣言します、堀田由美子、前女の看板を背負っていずれも負けられないこの試合、2連発ピラミッドドライバー、カンドリ忍抵抗できないのか、カンドリ忍立ち上がれないのか、いやそのカウントを遮ってダウンカウントを遮って、まだまだこの1年で私が味わった、おっと脇が止め、堀田由美子が間一髪ステップバック、ああいった一瞬の隙でカンドリ忍必殺の脇固め、あるいは関節技が繰り出されてまいります、フライングにいるキックは堀田由美子、さあ共にダウンカウントが進んでいく、ゆっくりとゆっくりと、まず先に膝をついたのは堀田由美子、ダメージはどうだ、スタミナはどうだ、女子プロレス界を代表するこの2人、現在チャンピオンはカンドリ忍、おっとダメージはないのか、ダメージはないのか、カンドリが関節に行く、アームロック、カンドリがアームロックに行く、なんとかかかりの浅い位置、さあ決めに行く、極めに行く、カンドリ忍のアームロック、また破れるのか、堀田はまた破れるのか、どうしても勝てないのか、堀田どうしてもカンドリには勝てないのか、そしてアンバーに行く、いや堀田足がなんとかエスケープロープにかかりました、いや危なかったですね、今はね危なかったですね、はい、もしあのエスケープがなければ終わっていたかもしれない、そんな場面でした。さあ一気に形勢逆転、今度はカンドリス、おっと DDT ダブルアームスーペックスに行こうかというところ、いけないと見るや DDT、この辺りまだ冷静です、カンドリス忍
風格十分の両者。第46代チャンピオン赤いベルトを巻く神取忍がまた堀田恵美子勝利を奪えないのか。さあそして固め技に行く、三角締めですね、三角締めに行く、極めて複雑な体勢から締めに行きます神取忍。しかし汗で滑りもあったんでしょう、堀田恵美子逃れます。右の膝が入っていく、そして右のナックルパート、前回のスタジオマッチではあの打撃戦で神取忍、堪忍袋の方が切れました。今度は背後からスリーパーを投げ飛ばした。柔道で名を馳せた神取忍を投げ飛ばした堀田恵美子、そしてケリー戦ダウンワン大の字の神取忍、スリーダウンカウントが進んでいく、フォーさあ勝利まであとカウントは5つ、後頭部を抑えている神取忍、ゆっくりと立ち上がる神取、8カウントで、おっと堀田が捕まえた、瞬間15分経過、あくまでもギブアップを取りたいのか堀田恵美子、15分が経過しました、また神取、また神取、さあこれが実は堀田が昨年に敗れた神取の前に敗れた締め技、三角締めで締められていく。98年の3月21日後楽園ホール、堀田は神取の今の技の前に敗れました。そして今度は嬉しい、しかしこれはロープに足がかかっています。それを意に返さない神取忍、昨年のリプレイだけは堀田絶対に許してはならない。それでも立ちはだかる神取忍、やはり強い、やはり強い、その強さはやはり否定できない神取忍。場外では長田が非常に今猛烈に抗議してますね、だから話さなかったですからね、はい、手をダーティーバークに出てきた神取忍に対してトヨタもアピールにかかりますが、さあ場外グラウンドキックで逃れようという堀田恵美子、場外この試合の場外のリングアウトカウントは数えられません。勝敗はあくまでもリング上でつけられることになります。しかも時間無制限、どちらかが勝つわけです。さあ場外ともに神取忍と堀田恵美子、まずは体勢整えて堀田が先にリング上戻ってまいりましたが、まだ左腕は押さえています。神取忍の嬉しい、あるいは三角締め、そのあたりで神取忍左腕のダメージ心配されますがどうでしょう。さあ神取忍がその左腕容赦なく、容赦なく、容赦なく、最強神取忍、チャンピオン神取忍、赤いベルトを巻く神取忍、その神取が堀田に押さえかかるがヘドバット、堀田恵美子がヘドバットでその神取を吹き飛ばしました。もんどり打ってまた場外にこぼれ落ちた神取忍、リング上ではフラフラの堀田恵美子、もうおそらく立っているのがやっとでしょう。おそらく堀田をここまで戦わせるのは団体の看板を背負ったプライド、そして何よりも己自身のプライド。右のミドルキック、右のミドルキック、場外に落ちた神取ですが、これはあくまでも優等だと認められたんでしょう。さあカウントが進んでいきます。全カウント数えられるその直前戻れませんでした神取忍。なんと堀田の右のミドルキックで場外に落ちた神取、ダウンの10カウントが無情にもこだましました。堀田恵美子1年の歳月を経て今リベンジ達成です。いや宮本さん、今一瞬神取間に合ったかと思ったんですが、体入れたと思ったんですけど、微妙なところでしたけどね。あるいはコンマ1秒の差、それだけこの両者の実力が拮抗していたんでしょう。それでも嬉しい堀田の勝利、神取敗れました、ついに神取敗れました。そして赤いベルト
3WA 世界シングルのベルトは前女のエース堀田由美子のもとに戻ってまいりました。1年間この堀田由美子が味わった苦しみ、それはおそらく他人からは想像もできないものだったでしょう。しかしその1年の苦しみが今喜びとなって今消化されます。第2体育館で行われた WWA 並びに日本女子プロレス協会にて、CWA 世界シングル選手権試合で見事勝利を飾りチャンピオンとなられました。ここに認定ショートチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を与えます。平成11年3月10日全日本女子プロレス協会会長松永隆。新チャンピオンは堀田由美子、前女のプライドを守りました。第47代世界 3WA シングルチャンピオン堀田由美子です。ハンドリとのシングル対決も数えて3度目だったこの試合、過去2戦いずれも黒星、そういった意味でも負けられなかった堀田由美子。今その右手高々としっかりと赤いベルトが今確かに堀田由美子の元に戻ってまいりました。というわけでお送りしてきました全面対抗戦の前でしたけど、どうでした？いやリングもスタンドも、はい、本当にもう大興奮でしたね。最後はそうですね、はい、納得しないファンの方が最後までもう文句喧嘩してましたもんね、会場で。僕らもね、はあ、で他の試合に関して言ったら伊藤選手のやっぱ強さが、ああそれはありましたね、あれ目立ちましたよね。素晴らしかったです、ね、はい、あと前川選手と風間選手が、はいはい、いつ対決するんでしょう、実現するんでしょうか。最近はほら団体同士の壁がちょっと低くなってるけども、はい、もう一回高くして、ね、団体同士の一生懸命な試合っていうのも面白いですよね。面白い対抗戦をまた何度も見たいですよね。そうそうそう、期待したいですね、はいはい、さあそれでは地上波の方もよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。It's everything you want to know about the UK music scene. All the latest videos, weekly charts, tour dates, new releases, exclusive live performances on Fuji Television 721, Beat UK 2. お台場フジテレビが熱きリングに変わる格闘女神アテナスペシャル。テーマが殺伐、喧嘩という女子プロの凄さを見せたい。赤いベルトをかけた女子プロ頂上対決、7月25日日曜日放送。 99F1 第8戦イギリスグランプリ、次なる決戦の地に向けて男たちの闘志は今静かに燃え上がる。チャンピオン争いもますますヒートアップ。